グラビアの世界に憧れてこの仕事を始めて1年経つ。いやー、ほんと綺麗ですね。ありがとうございます。でももっと仕事さ持ってくれればいいんだけど。マネージャーの佐藤くん、事務所に内緒で密かに付き合っている。なあ、有名になりたいな。いつかなれるよ。あれ、もしもし、お疲れ様です。あ、もしもし、レギュラー今月いっぱいってことになったから。深田の何が問題なんですか。彼女と二人きりで話がしたいな。ありがとうございます。ダメです、そういうの。私に他のレギュラー番組も用意してくれたけど。コーヒーかけてくれないか。僕の言うこと聞かないとどうなるか分かってるよね。どうしたら、ぼーっとして。この後どうする。ごめん、用があるんだ。先。いや、これは局じゃね、こういうことよくあることだ。佐藤君も悪い男だな。枕させてキックバックもらってんだからな。あなたのために枕までしたのに。何言ってるんだよ。